抵抗ペンギン。ペンギンユニバース第5話、海戦。僕とあの残機パンダは仲間だったからね。ふわんふわんふわん。いきなり海藻かよ。ごめんって。はあ、なんでいつもこうなんだ。もうかれこれ1万5000年は生きてるけど、ブラック企業以外に就職できたことがないよ。ペンギンは昨日のワープホールの事故で死んじゃうし。行った。うわ、誰？ここは。某企画宇宙開発支部だよ。某企画宇宙開発支部。って僕？え、どういうこと？僕と同じ僕。よくわからない場所。君、なんか特技とかある？え、サボる。それは知ってる。あとなんだろう、可愛いとか頭がいいとかそういうどうでもいいとこじゃなくて。ひどいこと言うな。あ、僕不老不死だよ。なんでそれ先に言わないんだよ。いやあ。うまくいった。え、急にどうしたの？怖。キモ。そうだ、自己紹介がまだだったね。僕はパンダ。それはわかるよ。命にストックがあるとどうなるのかって世界から来たんだ。いの、なんだって？命にストックがあるとどうなるのか。ずいぶん長い国名だね。国じゃないんだけど。まあいいや。君さ、ブラック企業が憎くない？ブラック企業？うん、ブラック企業憎いに決まってるでしょ。そりゃそうだよね。こちとら1万5000年はお世話になってるんだよ。そりゃすごいね。これじゃあ不老不死の意味ないよ。じゃあさ、一緒に滅ぼそうよ、ブラック企業。え？僕に力を貸してくれれば、そのブラック企業の呪縛から解き放ってあげるよ。本当？貸せ貸せ。ちょろいな君。本当に1万5000年も生きてるの？死なないから危機管理能力が低いんだ。自覚してるんだ。ブラック企業、いやノーダーク企業はコリゴリだ。お前らに協力して一掃できるのであればそうしない道理はない。ありがとう。ダーク企業ってダサくない？わかる。こうして僕たちはブラック企業に不満を持つ仲間を集めていった。そりゃ不満持ってないやつなんていないだろ。ねえねえ、ところで残機なんだい。君はどうやって世界からブラック企業をなくすつもりなの？今日までそれ聞いてこなかったの君だけだよ。消すのさ、跡形もなく。僕らもろとも消す？僕たちが生きてる世界、いや宇宙には2つの特徴がある。一つは無数の平行世界が広がっていて、その一つ一つに僕たちがいること。そしてもう一つの特徴、世界は何度も繰り返されてる。ループしているんだ。繰り返す？それぞれの世界が終わりを迎えるたびにまた初めから再生される。それの繰り返しさ。え、じゃあ僕のパンセイにも終わりがあるってこと？まあそうじゃない。もしかしたらもう200万回くらい繰り返してるかもしれないよ。200万か。要するに普通にブラック企業を滅ぼそうとしても無駄ってこと。だから全部消すんだ、僕らのいる宇宙を全部ね。そうすればブラック企業で働かなくてもいいし、ブラック企業に抵抗しなくてもいい。ずっと楽でいられるんだ。なるほどね。不満？いや、ちょっと抵抗ペンギンっぽくないなって思っただけ。何言ってんだよ。これは一番の抵抗さ。神様とかに対するね。全宇宙のうち 30% くらいは消せたかな。順調順調。不老不死、ダークウェブ、次ここよろしく。オッケー。了解。僕の 0.1 残機分身も忘れずにね。こいついれば時空超えられるから。よろしく。かしこま。え、どこここ？よし、この船で逃げるよダークウェブ。は？お前ら裏切るのか。はい。不老不死、お前なんか不満でもあったのか？別に、ただ僕不老不死だからさ、もう少し生きてればいいことあるかなって思っちゃったんだよね。なるほどな。コンコルド効果ってやつ。パチンカが。まあ、だいたいこんな経緯かな。なるほどな。俺たちの世界はそんな。仮に俺たちが勝ったらどうなるんだ？どうって？あの残機パンダたちが目標を達成して全ての世界を消滅させれば、
確かに俺たちはみんなブラック企業、理不尽から解放される。だが俺たちが奴らを食い止めた場合はどうなるんだ。特に考えてないかな。はあ？仮に僕が何かいいアイデア持ってたとしても、生きてれば何が起こるかわからないものだよ。あの有名な革命家も言ってたじゃん、万世は冒険や、死んだらあかん。もうええわ、付き合ってられへん。マリちゃん、もうすぐそっち行くかも。てやんでい、寿司食ってくる。ブラック企業がなくなるっていうなら消えてもいいかもな。悪いな、ちょっと考えさせてくれ。ま、こうなるよな。え、今度は誰？世界初ペンギン YouTuber デビュー、どうもペンギンですから来たペンギンです。大先輩チーズ。なんだ、クソ、やられた、こんなタイミングで。得意点先に見つけられちゃったか。40秒で説明しな。どんな立場？この宇宙は残機パンダたちが世界を消していくスピードよりも速い速度で膨張、つまり新しい世界を生み続けている。どこかにそれらを生む特異点となるテーマの世界が存在するんだ。そこさえ抑えられなければ残機パンダたちが宇宙を全て消すことなんてできないが、そこを見つけられた。つまり一番見つけられちゃいけない俺たちを見つけられたってことだよ。じゃあその見つけられた僕たちって？5億年ボタンを押すとどうなるのか。え、よし、まずは100万だ。さて、終わらせようか。成功だ。決意。ダークウェブ、座標は？見つけた。2019-0711。よし、行こう。え、ここ某企画だよね。このパンダ、全く動かないぞ。間に合わなかったか。え、5億年ボタンを押してスタートする5億年は別の空間での時間。現実では一瞬に満たない時間なんだ。5億年ボタンを押す瞬間のパンダと接触しなければこの世界に来た意味がない。このパンダはもう押した後だ。じゃあ僕たちの負けかな。ま、負けなら負けで仕方ないな。帰ってアニメ見よう。軽いな。これさ、僕が押せばいいんじゃない？な、確かに。このボタンを押したパンダと全く同じお前なら残機たちがいる空間に行けるかもしれない。いいのかパンダ、5億年だぞ。でも現実では一瞬だし記憶も消されるんでしょ。ついでに100万ももらえるし。僕さ、結構憧れてたんだよね、みんなに。え、テーマの力とかなんかかっこいいじゃん。でも僕らにはそれがなかった。だからなんでこの世界に来たんだろうって考えてたんだけど、今わかったんだ。これが僕の仕事だって。サボり魔が抜かすな。何もないからサボるんじゃない、仕事があるからサボるんだよ。いいのかい。まあね、その代わりちゃんと勝ってよ。一瞬経ったら宇宙がなくなってるとか勘弁だからね。任せろ。さて、最後の戦いといきますか。ペンギンくん苦しゅうない、表をあげい。頭下げてないのにこれ以上何をあげるの。へりくつ生意気ペンギンは首。次回、入社初日に社長に目をつけられた。そんな権限はお前にないだろ。で、ここはどこなんだ。さあ、俺ちゃんにもさっぱりです。誰だよ、あんた。私はあなたたちの大ファンです。ファン？つまり俺と付き合いたいってこと？言われてないですよ。皆さんにはこれからクイズに答えてもらいます。よくわからないが、クイズなんて楽勝だろう。やってやりますよ。確か動画に出てたような。微妙に思い出せねえ。残念、不正解です。消えた。おい、 CD はどこにあった？さあ、次の問題はもっと難しいですよ。果たして私の元にたどり着けるでしょう。楽しみです。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。